さあさあ、こんばんも始まりました。皆さん、いかがお過ごし夏ももうそろ終わりで、ね、うん、だ緊張上がってるね、上がってるね、上がってるね、はい、なんでかわからないんですけど、うん、すごいダンディーなスーツの2人に挟まれてるムジティの俺っていう、うん、久々に今日スーツ着てます僕やっぱね、白 T 映えるね、映えますね、両サイド黒だと白 T 映えるね、映えるけどさ、まあいいや、いいよ。とりあえずあのタイトルコールの方から、クラブオーバスのオーシャンサディなんか美月のいきなり感なんか言われちゃった、ね、ちょっと後悔してるっしょ。いやー全然後悔はしてません。してないよな。してませんね、はい、スーツで着とけよかったとか思ってない。あ、全く思ってないです、ね、さっき散々言ってるじゃない始まる前散々言ってましたね。俺スーツ着てくれよかったなーっつってバリバリ言ってましたね。すいません、はい、もうそれみたいなんですか。そうなんですよね。もうそれ落ちたんだよね。いい感じですね。でもやっぱたまにスーツ着るといいですね。うん、たまにスーツ着るとジャニーズ昔誰だろう。いや、草刈正雄じゃん。ジャニーズって言うの。俺もハガニーズやんか。草刈正雄しか出てこないですね。ロンゲの時マッチ行くよとかある。マジ本田雅彦さん、あー、極みで、はいはいはい、まあ、昔ですけど尾崎豊やから。あー、そうだったよ、そうだったよ。尾崎スタイル、尾崎スタイルですね。ちょっと、あ、T シャツインとかしちゃおうかな。いや、違いますから大丈夫です、はいはい、今日は両サイドクロスで頑張る。途中、はい、やっぱ絵的に嫌だったら僕外すからダメだったらちょっとダメだったらね、外そうかな。そうですね、まあ、あの今日もコメントね、あのじゃん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 待ってますんで、はい、そうです正解です。もうたくさん質問していただければと、はい、思いますよ。乾杯し、はい、そうですね、乾杯しましょう。あの画面の向こう側の皆さんも乾杯。いただきます。ラーメン、好きですけど、最近は食べないようにしてますので。うん、あのダイエット中ですか。あのね、毎日飯食ってて、はい、酒飲んでるじゃん、はい、太ってきちゃって俺、はい、もう多分太ってきたんですよ今月僕が会った中で結構僕バロンさんに会った中で一番飲んでんじゃねえかってぐらい飲んでますよ、ね、ずっと飲んでる。本当に毎日飲んでる。シラフがないんじゃねえかぐらい飲んでますよね。じゃがいも嫌いです。よく知ってますね、はい、そんな飲んでるよ。うん、早くて大体5時で帰る。早くて5時ですか。早くて5時、4時か。早くて4時、相当飲んでますよね、やっぱ。遅くて何時ですか。9時とか、10時とか。ああ、でも結構てっぺん回らない。回らねえよ仕事あるから。そうです、結構飲んでますよね。アラームだ。そういうの近いしね、はい、そういうの近いしね、うん、2軒ぐらい行ってない。行ってるね、うん、早い、早かったな、早かったな。あの九州ラーメンと二郎どっちが好きって言われてますけど、ね、二郎かなって言っても、ニンニク好きなのね、はい、でニンニク食べに行くときは二郎行って、麺なしの、はい、野菜増し増しです。麺なしってどういうこと。だから麺ないの。麺ないんですか。じゃあラーメン、あの麺がうまいんじゃないですか。え、俺別にラーメン、あれはそうじゃない。俺、ニンニク食いに行ってるの、そこは。あー、なるほど、なるほど。ニンニクともやし食いに行ってる、はい、で、800円払ってるんだけど、ニンニク、もやし、スープを飲みに、食べに行ってるみたいな。スープもぶっちゃけそんな飲まない。あ、じゃあもやしを食いに行ってる。もやしとニンニクが好きなの。なるほど、なるほど。コテコテの中に。でも家でさ、じゃあやれっていう話じゃん。なんかね、あれ、ほら、絶対そのね、わかるわかる。でもね、言われたな。スープがないとできないわけよ、それが。だから、言ってますよ。なるほど、なるほど。本当に好き、本当になんか風邪ひきそうだなと思ったらもらいに行って。ジロリアンじゃないけど、まあ麺食べないんでジロリアンじゃないですよ、僕は。僕も結構好きなんですよ。
ジロー好きだよね。結構好きなんですよ。そうなの？好きだよね。こないだだってジローパッて言ったらバロンさんいましたよね。おうみたいな。普通にだからちょっと言えちゃできないですよ。あの本当に、うん、麺がないのがいい。猫背知ってます。猫背俺よく猫背ってどこにあるんですか？朝まで読んでましたね。あの明治通り沿いにある。そうそう、定食屋さん。そう、そこよくもうどこも空いてないから朝はそこで飲んで、うん、20時間やってるんで、はいはいはい、そう太ったんですよ。頑張る。今日ねジム行ってきたよ。お、いいっすね。どこ鍛えてきたんですか？腹筋と、はい、なんかいろいろ、うん、三角形に近い。あ、三角、上半身メインでやってるんですね。あのうちの鬼 トレーナーがいるから今日行って一緒に、はい、パーソナルトレーナーがジム行きたいね。ずっと行ってるけどね。行けないじゃん。でも、ね、うん、2時間ぐらいかな。いいっすね。ダメじゃん。いいっすね。トレーナー室もあの唇お化けさんですよ。ああなるせっていう、はい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 、アデオスの代表が男の中の男っすね。もうすげえんすよあいつ。一回動画上げてますって。いやもうバロさんプルプルでしょ。もうねマジやばい。今日はでもあのお互い久々だから無理したらうちは仕事できないからやめようっつって。あ、じゃあちょっと緩めで緩めもきつかった。両側スーツで、ミツキ T シャツで、付き人みたい。あ、うちらが付き人なの？運転します、運転します。俺らが逆っすか。お前らなんですよ。護衛だよね、護衛 SP 的なね。確かにね、うん、この格好で護衛できないわ。テレマネでも行ったことあるよ。1回かな。行った全然行く。テルマユ行ってみたいな。いいよ。でもね、俺入れないんだよ。俺入れないですよね。俺入れないですよ。ダメなんです。結構厳しいらしいですからね。そうだね、でもなんか公衆浴場とかそういうところに、うん、なんか連れていけないタイプの人なんだけど、まあまあそうだけどさ。いや、でも最近でもね、その外国人が多くなってきたから、はい、結構あの、OK っていう場所がある、うん、これ良かったじゃん、出る前は。あ、本当ですか、うん、あ、もうこのコントラストが最高ですよね。だから白に金髪でもなんかすごいよね。準備行きたい、準備ジム行きたい。ジムですね。俺も行きたいです、ジム。なんかすごい思ったんですけど、この間ふと、うん、夏ってこんなに短かったでしたっけ、うん、多分夏って短くないですか。短い。正味、本当にフルで遊ぶのって1ヶ月しかないじゃないですか。短い、うん、そうっすよね、うん、梅雨があって、夏が来てみたいな。もうだってそろそろちょっと今日も涼しいですし。もうね、まあそうだね。俺もっと長く暑いの引っ張ってほしいよね。だからもう俺、ちょっと今年決めました。もう来年の夏はもっと大事にする。もっと大事にする。決めました。決めた。夏短いなと思った、本当に。夏無駄遣いしちゃった。夏の無駄遣いしちゃったなっていうのをちょっとね、思ってるんですよ。でも今年結構俺、動いたよ。うん。普通に。なんかあの、海。マロさん結構海行きましたね。毎週海行ってたし。夏っぽいこと。まあ、海とか。海ね、やっぱり。ずっと海。いやあ、でも花火してないわ、まだ。花火俺もしてない。花火さ、するとこないじゃん。そうなんですよ。だから河川敷とか行って、うん、早い時間にやっていいの、それ。早い時間にやっちゃう。逆に全然もう暗いとかもう関係なしに、もう真っ昼間から花火。真っ昼間から。逆にそれあんま面白くない、うん、やっぱ変わってるよね。花火やったっていう事実が欲しい。あ、僕は楽しくねえって言って。それ何も楽しくないよ。そうだよ。でも初めて見た人からさ、ね、何の話してるんですか。まあそうですね。だから夏ってやっぱ短いなと思って、もう秋来ちゃうし、だからなんかちょっともうちょっとやっとけばよかったなって思って。今年結構俺はもうビアガーデンも行ったし。雨そんな降ってんの？まあその海の家、まあ、友達がやってるから、そこもずっと行ってるし、はい、僕やっぱ音楽が好きなんで、夏フェスに結構毎年行ってたんですよ今まで。でホスト始めて、まあ休みもちょっと忙しくなってきて、うん、なかなか取れなくて今年初めて行かなかったんですけど、やっぱ、うん、ああいうなんか僕毎年行ってたんで、その夏の毎年の恒例行事に行かないと。やっぱ行ってたんだよ。はい、行ってましたね。あ、夏フェス結構行きましたね。フジロックとかサマーソニックとか結構行ってたんで。僕はちなみに24歳です。あ、みつき何歳って。そうだね、そうだ、24歳です。アディオス出勤たまーに結構ガキ上手に行くね。俺今度でも来月もしタイミング合えば俺静岡まで行ってワンオクミ行くかもしれない。あ、9
9月10日、13とかな11、12、あ、そうですよね。で、どっちか行こうかなと思って。でも、なかなかね、難しいですよ、予定が。そうですね、忙しいですからね、うん、しかもなんか遠いじゃん、静岡。ちょっと遠いですね、うん、土日だし、ね、そうイベントかぶってるよね、と思ってさ。だから、日帰り行きます。西六ってまだ終わったよ。終わったもん、一瞬だったもん。終わった。フジロックすげえ行きたかったっすよ、もう。毎年ね、キャンプ行って、なんかキャンプできるんですけど、キャンプして3日間泊まるんですよ。へぇ、本当にキャンプテント張って、キャンプコートに。でも本当、なんていうんですかね、1日目めちゃくちゃ遊んで、2日目も爆裂に疲れて、3日目最後も頑張って遊ぶみたいなのやってたんですけど。そうなんです、僕髪切りました、実は。切り方俺も切ったの。あ、本当ですか。髪ちょっと切りました。だって俺黒くなったもん、少し、はい、だからそういうなんかね、夏っぽいことをまた来年はしようかな。まあでもまだ終わってないから、うん、もうちょい、もうちょい、もうちょい。そうですね、もうちょい切る。なんだ夏まだできるよね。まだいろいろできる。お祭りとかもあんまないけど、うん、あー、今日ね、遊ぶ10番とか。あ、十番祭り、今日なんですね。あ、そうなんですね。でも、人多いから俺行きたくないんだよ。行ったことないんだけど、一回も。あのさ、あんま人多いとこ好きじゃないの。好きじゃないんだよね。大嫌いですよね。あの落ち着いてるとこやっぱ好きですもんね。そう。サマーランドね。サマーランドね、いいな。遠くね。てか、俺入れなくねって思いました。入れねえな。どこ行けねえな。夏、いや、多分、入れたら、多分、行ってるんでしょうね。そうだよ。でも潜在的に多分頭の中に入ってこないんですよ、そういうの。あー、だから、でもそういう、ね、いけない感じだもんな。そうか、そうか。海だよ、もう。え、ラッシュガーズで入れるんですかね。入れない。ダメなんですか。隠してもダメ。あのね、結構厳しいね、今。マジか。豊島園で友達やったけど、うん、見つかったら速攻出されるし、うん、ラッシュガードダメとか最近多いよね。あ、そういう、なんかなんかもうまず隠してる時点でこの人入ってるって思われちゃう、うん、ね、いやでも競泳水着が好きなんですみたいな。ガチよね。ガチ。もう全身じゃん。全身で、そう、全身でウェットスーツみたいなやつ、あのスピード車のピチピチのお尻プリプリのみたいな。泳げなくて受けるそれ。シュノーケルとかもつけちゃう。それはだって違うパターンあるもん。そうそう、はい、うん、まあそうだね、そっか、今そういうのがあるから。でもね、あのあれなんですよ、実は僕世田谷住民なんですけど、うん、あの西区の方に、うん、あの世田谷公園っていうのがあって、いい、ね、うん、そこはなんかその市民プールみたいな感じで結構炭が入ってても入れるんですよ、ただ、まあ、すごい気まずいんですよ。サマーランドとかみたいにそう若い人がいっぱいいるわけでもあるので、うん、そのちびっこプールにちびっこがぎょうさんいて、うん、その大人プールにも子供がちらほらいながら入るんですけど、でしかもそのサイドの、なんていうんですか、プールサイドにはもう本当にピチピチのブーメラン履いた男の人が日焼けしてるんですよ、うんうんうん、で、なんかちょっとこっちっぽいんですよね、うん、で、なんか後々調べたらちょっとそういう人が集まる場所みたいな、はい、もうだから僕もなんか多分そういう風に見られてんじゃねえかなと思って、この顔見たらどっちが顔なんだなって思って、確かにちょっとトロンとした目でちょっと見られた気がするんすよね、あの時。なんか今思えばなんか更衣室入った時なんか一緒になんかちょっと更衣室入ってきた感じしたんすよね、うん、うっとりしちゃった、うっとりしちゃった、うん、なぁ、それはいいね。でもそっか、まあレバーは水か、あ、海か川だよ。そうっすね、うん、海か川っすね。可愛くない、可愛いっすね、あのベタベタしない感じがもう。いやもう海とか入んなくて、俺入るとか入んなくてどっちもいいんだけど、川沿いに飲んでるのがすごい好きで、あ、すげえ支えてるの、川とかには、はい、ガンガン行かれますね。川行こうぜ。川行きたいですね、またまたって言ったことないんだけど、あ、あれなかったですか。あ、そうだ、僕だけ行きたい。何の話、何の話、カーノートいいですよね、もうすごいマイナスイオン出まくりです。森がいいですからね、森のね。そうだ ね、そのすごいいいですよね。山登る、山いいっすね、秋、高尾山とか。高尾山行きたいと思ったんだけど、はい、私意外と行けたよ。行けますよね、うん、あの、疲れるけど。富士山ね、一回だけ行ってみたいんだけど、もう天気悪いじゃん、今、うん、なんかね、行けないかもしれないな、うん、
まあ登山ちょっと秋は、うん、そうだね、なんか一回行こうよ登山、ちょっとイベントでみんなでちょっと行きましょう、まあ、あの13回でいいから、そうですね、まあとりあえずあーいいね、わかるよ、日向は、そうよ、バナナさんは代表の、そうそうそう、いやなんか任せてですね、いろいろ考えてるから、まあそんなちょっといろんなイベントを考えつつ一旦 CM でございます。バーベキューで、バーベキューに欠かせないもの、要は自分が食べたいやつでしょ、要は、そうですね、はい、俺なんかね意外とトウモロコシ、トウモロコシ意外とバロスさんもあんまあれじゃないですか、いやなんかね食うことないじゃん、うん、トウモロコシって、まあ確かに家とかでさ買わなくね、もう実家とかだったらお母さん、まあまあ出てきますね、丸ごとボンって、そうそう、でもどこに食うとそれバーベキューぐらいじゃない、トウモロコシか、みんな何、え、何、僕焼きそばです、ね、罪は分かんないよね、焼きそば最後食べるじゃないですか、致命的な、まあ肉よりも焼きそばの方がなんか好きです、やっぱり肉も好きなんです、やっぱ地味に俺は結構ナスとか玉ねぎやっぱ野菜が好きっすね、それは普通にあるじゃん、うん、あーそっかそっか、まあみんなそうだな、うん、ピーパンってなんやねんピーパンってなんやねんそうか、ゴジがすごいぞピタパンみたいな玉ねぎとか、うん、焼くと甘くなる、なんだろう、はあ、バーベキューの話しておかせるか、でもご飯の話するともうもうすごいね、一人いますね、なんかすごいゴジがすごい人が、もうベマンで、うん、ベマン国の名前みたいになってあれだね、やっぱ緊張するよね、ニコ生いつも言うけど、そうですね、僕は結構パクで結構全然もう、いやそんな話さないですよ、話せよ話そうよ、そうです、仕事仕事仕事だから、ね、仕事しました、仕事だから仕事しようよ、そうなんですよ、ちょっと緊張、なんか最近なんか、はい、なんかない、最近のあれですか、最近携帯壊れたぐらいですか、ね、今日じゃないか、あんな話どこの話だって、どこオーパスでございます。クラブオーパスでございますよ、僕らは。はい、ミスキでございます。はい、真ん中の子はホスト。あ、それあると、俺結構ホストっぽくないと思ったんですけど、ちゃんとホストに見られてますね。だから、今日の感じがいいよ、お前は。ちょっと待ってください。私服化になったのにやっぱスーツがいいですか？でも、中華私服でいいと思う、はい。たまにスーツ着るとやっぱ、いいですかね。俺全然私服着ないからさ。はい。だから全然、いいと思う。真ん中は、真ん中はスタッフースタッフー本当だよ、ね、やばいっすね、やっぱり、いや、やばいっすねって、あなたこれで仕事してるからね、こっから出ます、こっから何か羽織ります、でも、みつきはやっぱスタイルがいいから、いや割と何でもこう似合っちゃうじゃないですか、細いだけですよ、うん、全然、いや、細いのが大事じゃない、女の人ってやっぱ細マッチョが好きなんですよ ね、 そうね、うん、やっぱあ、でもマッチョじゃないから、うん、マッチョではないね、うん、カリンカリンだもん、カリンカリンです、ネオンスなのかな、お前って、そうだよね、ネオンス、そうですね、はい、やっぱネオンホスには僕なりきれないんで、ちょっとややネオンホスっていうのをちょっと目指してるんですけど、それややネオンホスっていうジャンルをちょっと新しく変えて、確かにネオンホスってどっからネオンホスなんですか、なんだろうね、なんか私服じゃない、やっぱなんかジャケットじゃなくて、このなんかカリンみたいなねそうですね、僕の主張が、スタッフの主張すごいよね、はい、そうですね、これはえ、平田さんとかはね、スタイルいいって言ってるけど、俺らを引き立ててくれてるから、
あれわざと太ってるからね、平瀬さん。いやいや、デブじゃないですよ。いや、ダメだよ。ダメですよ、それ。見て、へこんでるからね。デブだよ。三月デコピンしたら倒れそう。ちょっと全部ちょっとデコピンしてみてください。才能らしい。太るのは才能だからね。才能は、才能らしいですよ。そうですね。デブ。まあでも可愛いよ、可愛いんじゃない？うん、ああいうなんか、キャラクターでいてさ。一人ぐらいいても。だから、ひなたいるとね、ダメなんで安心しちゃうんだよね、結局。それはね、俺で終わるんだよね。あ、ひなたさんいるから太っていいかなみたいな。まだいけるとか思うけど。でもマジで、ガチ最近太りすぎたから、もう頑張るわ。ジムっすか、やっぱ。ジム。ベスト体重は何キロなんですか？ 60 ぐらい。あ、結構軽いっすね。俺、今63、4ぐらいかな。俺もそんぐらいです。62、3ぐらいですね。だから俺、60ぐらいかな、多分。すごい。なんか、やっぱスポーツ選手とか見ると、なんかプロフィール帳とか見るの結構好きなんですよ。身長と体重みたいな。みんな80とか70あるじゃないですか。確かに。で、なんかやっぱこう、スパッとこうかっこいい体してて。だからそれはもう鍛えてるから。やっぱそうっすよね。要はその筋肉だから、筋肉の重さだよ。三月とか2キロとかでしょ。いやもう普通にビル風に舞っちゃうじゃん、うん、あ、そうそう、海外行った時よね、そう、痩せるって思うよね。そうそうそう、そう。身長は、僕は178です。おお、高い。結構高いんすよ。高い高いね。結構、俺僕結構スタイルいいんすよ、意外と。なんで、なんだろうね。え、なんなんすか、なんすか。言ってくださいよ、もうちょっと。もうちょいさ、もっといけるよ。まあそうですね。スタイルいいって言われる？あ、でも僕、あれ、猫背なんですよ。それじゃね、かけるとかは姿勢がいいじゃないですか。で、こう、ちょっと肩もあって、僕、肩も結構慣れ型なんで。そう、俺だって慣れ型よ。178ぐらいまして。みんなちょっと今度お店来た時ちゃんと俺のスタイル見てね。スタイルいいって言ってもらう。スイッチ来たらいいよ。そうだよね。178あるんだからね。すごいわ。で、なんか昨日、なんかニュースで見たら、176から78が一番モテる身長って書いてあったんですよ。いいなぁ。俺今日自信持って紹介つこうかなと思って、ほんと。お前な。俺ですか、体重ですか、身長ですか。身長って書いてある。身長です。あ、身長169ぐらいだと思うんですよ。俺ってそうなの。でも俺、絶対も俺、存在ないよ。170、昔ずっと177って言い合ってたけど、はいはい、あの去年健康診断やったら、ピッてやったら、173だったの。あ、そうなんすね。バロさんやっぱ、こう外人だから、このなんかスーツとかも似合うし、そこはいいっすよね。外人なのよ。意外とスタイルいいの多いんじゃないですか。ヒカルさんかける。ヒカはスタイルいいね。もうちょい。しかも脱ぐと意外と腹筋とかもバキバキっとしてるじゃないですか。ヒカね。そうそう。かけるはちょっとがっしりした感じで。確かに。そうだね。みんな結構いいと思うよね。やっぱそこの中間取ったのが結構レマンだと思うんですけどね。はい。だからなのになのにもったいないよね。もったいないですね。そのさ。自分のスタイルで良さ出してなくない？まあ、出してる。そうっすね。みんな顔か、やっぱ。いや、顔じゃないと思う。そんなに。ハートもいいぞ。ハート大事だよ、ハート。ナルセちゃんめちゃくちゃスタイル。あ、ナルセさんはグループナンバーワンっす。本当にすごい。グループナンバーワンっす。俺、足とか2メーターぐらいあるんじゃねえかなと思って。すげえ足だね。ナルセさん、足2メーターあるんじゃねえかな、みたいな。ぐらい。長すぎてさ、たまに邪魔だもん。すごい、本当にあのじじいはすごいね。33ですね。そうっすよね。あ、でもないわ。いやもっとください、そういうの。俺褒められて伸びるタイプだから、やっぱり。褒めて褒めて、もっと褒めて。けなされると普通にへこむから。シンプルにこうズドンと真ん中に入ってくるタイプだからね。あ、いた？はい。だって何も。ああ、僕も。はい。今日何も言ってない。なんか俺2人でやってんのかなと思って。あ、ちょっとあの黒子にてしてました。いや、どっちかというと黒子一応目立ってるやつよ。起きてます、起きてます。だからもう夏はだからもう本当に言いたい、みんな夏を大切にしよう。1ヶ月しかないから本当に。本当だよ。フルで楽しめるの1ヶ月しかない。しかも今年涼しかったじゃないですか。ああ、そう、猛暑感が。愛してるって言われたら嬉しいっすね、やっぱ。そう、今日ね、遊びるからね。
夏の終わり切なくなりますね、なんか。今さ、ね、夏の終わりってさ、もう昔からそうだけど、みんな多分同じこと思うかもしれないですよ。あのさ、24時間テレビやってるじゃん。はい。夏終わるなって思うよ。あ、サライ歌って、みたいな。なんかすげえ。すごいこと言われてる。俺、もう日本来てから、まあ初めて、はい、昔はちゃんと見たことあるから。いやー。今全然見たいけど、一番、すごい古い時はずっと見てて、やっぱなんかさ、中学生とかやってるとさ、みんな冷めるじゃん。はいはい。で、話題についていけないから、ずっと見てたんだけど。必死に、コミュニティに入ろうとってみたいなね。夏のあれはマジで24時間テレビだと思う。すぐに。で、今ね、スマッパグループの、そうですね、うちのね、10日交換スタジオでは、はい、もう24時間テレビの裏番組として、24時間。10日後間で放送を生放送やってますからずっとやってるんで、今やってますよ。僕もこの後、デビュー、ね、9時半頃からですかね、はい、ちょっと10日後間スタジオの方で、だから24時間デビューを見ながらネットでうち見ればもうなんかね、わけわかんない、はい、まあそうですねこんな大規模なのと小規模なので一応裏番組でやってるんでね、うん、でも新聞載ったからね。あ、そうなんですね。歌舞伎はこうやってネットで24時間発信するんだよっていうのを新聞に載ってた。そう、今日載ってました。すごいなんかね、やっぱ僕らもね大々的にやってお昼にこう寄り添ってってますから頑張ってますよ。そうだから、あれですよね、なんか最近ほんとなんかまあ夜働いてるお客さんだけじゃなくて、やっぱお昼のお客さんもかなり多くなってきたんですよね。そうそう、本当に。10日交換ってYouTube で調べれば出るよね。そうですね、はい、動画交換ってやれば出ます、うん、一回検索してください。ずっとやってるんで、はい、昼食でも全然放送楽しめますね。全然楽しめるよ。やっぱ関係ないよ、なんか何がどうのこうの。なんか合コンとか行くと思うんですけど、もうそういう人たちとはもうちょっと比べ物にならないぐらいやっぱ僕ら面白いですから。いや、もちろん、もう比べ物にならないですから。もちろん、ね、てか合コン行ったことだから終わらないの。まあまあそうですね、多分はい。あ、ムサさんタイプね。ムサさんかっこいいよ。そんなね、すぐこう変な風にするような人たちとはね、あくまでも僕らジェントルマンですから。そうですね、白 T ジェントルマンもいるしね、はい、寒いですから。ちょっと肌寒くなる。あ、もう1分前だね。あ、みつき来月バースデーあるじゃん。そうだよ、もういいよ。バースデーの告知しなよ。はい、すみません、ちょっと僕9月の25日にバースデーイベントちょっと出してもらうんで、もしよかったら来ても、来てください。それしか言えないです、僕には。もう、下のね、この LINE の方にも、どしどし連絡応募、待ってるんで、お願いします。みつきの方に、おめでとうメールを、ね、送ってあげてほしい。どれだけ、来るか、バースデーやるんで、僕らも別に誕生日、終わったけど、もう言ってもらっても全然構わないんで、連絡してくれて嬉しいです。来週も、よろしくお願いします。バイバイ。またごめんや。たまり込んだことにすがれ、何回目の錯覚だ、笑っていたのさっきまで使い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに街で僕らは無力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。